はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト4続きをやっていきたいと思います。天空の兜を前回手に入れたので、このまま南の方へ行って敵を、問題はアークバッファロー、こいつらはなんとかなるかな。戦力的にはそんなに上がってはないからね。現実問題、焼けつく息とか、これもめんどくさいんだよな。鼻から出してんの。よし、会心ペギラマ、これでアリーナは一撃でしょ。 OK、 ミネアとマーニャ、倒せないの。レベルアップ、アリーナ21、いいね、力が7も上がった。さてこの洞窟、まあとりあえず見た感じ取れる宝箱は取っていこう。右上にも宝箱は見えるな。ベレス、メラミとナヨ、ゲーマホカッター、やばい、左に行け、また撤退する羽目になる、やばいぞ、なんでわざわざ右に行くんだ。グオホホデーホイミ、いやー、やられた。しかもさ、結構ヒットポイント高くない、こいつ全員総攻撃して倒せなかったからね。ここの敵強えんだけど、その割には全然経験値持ってねえな。薬草53個、これを大量に使っていこう。まあ、死人が出てもな、ミネアじゃなければ一応ザオラルがあるからね。あ、やった、小さなメダル、あれそろそろいけんじゃない。1個目のご褒美、どちら。うわー、なんかめんどくさそうな。アイスコンドル、こいつは先に始末しておく必要がある。まあ、いや、わかんねえ、いいよ、お、いいね、け、やばい、高熱のガス。ああ、主人公はあれを装備してるからすげえ軽減されてんな。イオ使うんだったらさ、あれでよくない？マグマの杖で攻撃あるのみ。いやー、本当にめんどくさいわ。早い、しかもミネア、あと21しかない。グラッタ死んだまた撤退だよ。ま、全然いけてないんだけど。リレミトで出る。メダル王のところって教会あったっけ。ちょっと一回メダル王の城に行って、メダルを預けてきましょう。教会なさそうだな、これ旅の扉しかないわ。メダル15枚、やったー、力の指輪20枚、守りのルビー、よし、力の指輪はもうこれアリーナに装備させる。アリーナとりあえず、これ5しか上がんないの。まあいいや、装備しよう。モンスターを1体確実に始末できる攻撃力が欲しい。ちょ、もう一回ガーデンブルク、またあのじいさんに金を貢がなきゃいけないんだよ。このレベルはきついのか。結局あの盗んだやつがまたボスでいるからね。また来たぜ、もう何度も何度も自慢話を聞かせやがって、この野郎、なぜこんなやつに金を貢がなければいけないんだ。しかしちゃんと仕事はしてくれるからね、生き返らせてくれるという。で、寝よう。ここベッド2つしかないじゃん、2人で1つのベッド、それはそれで羨ましいな。はぐれメタルが出てくるからな、はぐれメタル1体でも倒せれば多分みんなレベル上がるからね。出たー、このアイスコンドル部隊、超やだ。メラミル確実に
倒す。よし、回収の刺激。メラミン。よし、オッケー。ミネ、ダメだ、倒せない。ただ、氷の息を吐いてきてないから。種使うか。ここで種を投入するか。いや、めんどくせえから。で、右の方へ行きましょう。上から回って、あの左下に見える宝箱取りたいんだよね。テラノザース、こいつはまあなんとかなるかな。メラミって4でしょ。コスパはいいよね。敵1体だけどさ、火力がマジで高い。ただメラミ一発で倒せねえんだ、早えな。そして経験値をさ、あんまり持ってないっていうところがまたちょっとな、いかれてんだよな。宝箱から回収していくからけ。またちょっとめんどくさい配置だなこれ。一体をまず先行して倒す。バギーベーギラマ、まあ、20食らうからね。ベギラマもちょいちょい効かないよな。バギなんて持ってのほかだ、弱すぎる。メラミ、この状態なら倒せるはず。よし、マーニャって意外に速くなった。最初マーニャ超遅い気がしたんだけど、割と早めに攻撃するよね。その代わりミカヘックスがすげえ遅いんだけど。ケチって薬草2個ずつ使おう。ヒットポイントは高めに保っておきたい。あれ、そもそも減ってない。さすが一番後ろだ。力の種、よし。ん？こっちからでいいのか？いや、めんどくせ。これマジでめんどくさい。強えんだよ、本当に。まずこの2体を確実に倒していく。よし、攻撃攻撃。いや、高熱ガスみたいなのが来てないから OK。 2人かかるっていうのかな。OK、 一発。あとは攻撃からの薬草。薬草で全回復とかないのかな。薬草満タンみたいなの。占いってそんなの分かるんだ。で、この宝箱も回収しておきたい。金1000円か、悪くはない。ただし全滅したらゲ最悪、ゲ最悪の組み合わせだ。まずい。効率区域効かなかったってすげえな。あれ弱くね。凍える吹雪か、すげえの。待って、ちょっとこれ2人は回復に入る。アイスコンドルで、メラミアリナ一発。よし、いいね。一発で倒した。あとはこいつをボコす。ミカミックスもそんなに火力が高いわけじゃないな、アリーナと比べると。まあ、どっちかっていうと魔法戦士的な位置づけなのか。ライデインとかどういう効果だっけ。ライデインってさ、その作品によって敵全体だったりさ、敵一体だったりちょっと変わるからね。クレトーラス、ごつい。メラミ効かない。メラミ効かないとかあんの。ゲ2回攻撃だし。薬草がすげえ減ってくな。50何個あったのに。まあ、かといって毎回満タンかけてらんないからね。まだ第1回層だし、何回あるのか知らないけど。どっちだ、いきなり分かれてんな。
あ、右はいけない。こうか。え、ちょっと待って、違う、騙された。このベレスちょっと危険そうだな。ヒットポイント高いしな。来たベギラマ。しかもベギラマかっこよくない？相手が唱えると。次ちょっとミネアとミカミックス回復に回そう。きしびれた。アリーナしびれたのマジ痛えな。痛い。会心の一撃。おお、ちょっと待って、しびれっていつ治るんだ。ちょっと待ってね、自分は攻撃しよう。回復だけだとそもそも話が進まない。よしよしよし、どうする、攻撃するか、数を減らす。しびれとか全然治んねえんだけど。そっか、ミネアはキアリクがあったね。もう麻痺しちゃったけどさ、こいつこればっかだな。これってさ、全員麻痺すると全滅扱いになるんだっけ。倒したけど、また薬草よ。アモールの水とかないからね、まだ。アモールの水っていつから出てくるんだっけ。6からだっけ。いや、薬草ここまで使ったのなんか初めてだな。いつもそんなに使った記憶がないんだけど。守りの種出た、アイスコンドル、メラミ。よし、会心の一撃。まず一体ワイルフ吹き55。よし、で倒した、倒せるか。オッケー、あと先手必勝。アリーナヒットポイントは少ないな、こいつ。アリーナで一発で倒せるのがでかい。だいぶ軽減されるね、ドラゴンメールで。なんかやっぱりそういう耐性のあるものを装備させた方がいいのかな。その守備力だけで見るんじゃなくて、なんか割と複雑だぞ。宝箱取っていけるか。ゲッ、ドラゴニットとかもなんかさ入ってきそう。メラミとアリーナ、これで倒す。おら、いけ。よーし、まあ普通に攻撃だな。会心出た、高熱。どんだけ軽減してんの。めちゃくちゃ軽減してるよね。効かねえし、なんかそんな気はしたんだよな、ドラゴンだから。レベルアップ、ミネア。お、マーニャも上がったかな。呪文は覚えない。イオラとか覚えてくれると嬉しいんだけど、まだそこまでではないか。宝箱、ちょ取れねえし。左にいっぱい宝箱あるんだけど。いやー、宝箱はちょっと逃したくない。あっちの階段だな。ベレス、先にこいつを始末しよう。かっこいいベギラマウ。こいつ2回攻撃してくんだよね。45とかやべえわ、効かねえ、マジですか。会心、いいね。アリーナはね、やっぱ普通に強い。いや、死ぬ。一応ペホイミは唱えておいた。また薬草タイム、間違えた。
いや薬草50個使い切るぞこれ。探索を2回に分けるか、こうで左に行く。ハンババ一体で来るとは愚かなやつよ。会心の一撃で一発。これハグネメタルに出してほしいんだけど、早くキラーピアスが欲しいな。そうすると鉄仮面、鉄仮面なんてさ装備できる人いんの？装備できない装備できない装備できない、いらん。後で売るか。無事この洞窟から出れたらの話だけど、おいドラゴンシールド、あれドラゴンメールだけ買ったの？あドラゴンメールか。ドラゴンシールド、じゃあさ他のやつ装備できないの？できないできないできない、終わった。125、めちゃくちゃ上がんな装備。防御力は強くなった。一応主人公はなんとかなりそうだね。本当だったらライアンとかもこれ装備できたんだろうけどね。ただ今はやつは棺桶だからな。かわされた。ミカニックスの火力をもうちょっとなんとかしたいよな。弱い。出たアイスコンドル、先手必勝。アリーナでまず倒す。メラミリそいつかい。効率的は大丈夫、むしろ効かなくなってるし。開始。何アリーナで倒せなかった。アイスコンドルはまああんまり脅威じゃないね、そう思うと。あーなんかぽいとこに出てきた。まずは壺からあろう。よく起きねえよな。聖水やった、小さなメダルゲット。話してみる。よく眠っているようだ。胸にブロンズの十字架をかけている。いやいやあなたたちは私を捕らえに来ましたか。でも残念ながら捕まるわけにはいけません。こいつこんなとこに住んでんの？なんだいつ、何こいつ。まあいいや、タンスから漁ろう。あなんか手に入れた、疾風のバンドナ。やったぜ、すげえいいの手に入れた。これはマーニャだな。これで素早さを上げる。なんか本読む。バコタの日記と書かれた本がある。竜の月3日、いよいよガーデンブルク城での仕事に取り掛かろうと思う。狙いはもちろんあの城に隠されているという伝説の天空の盾。この仕事に成功すれば私もカンダタ、ラゴスといった伝説の大盗賊に肩を並べるだろう。カンダタとかいるんだ。え、5日、ガーデンブルク城に侵入したもののついに天空の盾は見つからなかった。結局盗めたのはブロンズでできた十字架だけ。全くなんてことだ。あの鉄格子が怪しいのだが、ああ忌々しい。今日はもう寝ることにする。あれどこ行っちゃった。あれあれあれ、待って待って待って、こいつどこ行くの。逃がさん、クソ、かくなる上は腕ずくだ。普通に攻撃でいこう。寝るかな、ラリフォーマ。一回やってみよう、ルカに。もともとなんかキャタルコー、めんどくせー。え、どこに守備力152なんて持ってたんだ。眠らなかった。もう一回やろう、もう一回だけやろう。あー攻撃しちゃった。眠らないね。でメラ見ていこう。作ると、うわめんどくせえ。守備力が今のところ元に戻ったって感じか。ルカには唱えておこう。じゃあ作ると唱えられると厄介だからな。キャダルコ、でメラミ、いけー、力を貯めてる。次がちょっと怖いな。いけるか、ちょっと回復に入るか。今日68、しかし回復完了。疲
クルトがないからね。クリフトなんだよね、スクルトは。すべてを覚えるわけじゃないんで、そこがちょっと使いどころとして難しい。7400、まあまあだったな。21レベル、アリーナは22レベル。素早さの種、 OKOK。 わあ、私が悪うございました。どうか許しください。許さん。ミカミックスのお見事、ジョー様の命令であなたたちをつけてきたのです。ジョー様はおっしゃいました、もし困っているようなら力になってあげなさいと。ともかくこのものは私が一足先にお城に連れて帰ります。ミカミックス殿も早くお城に戻りください。では。手伝ってくれよ、せっかくだったら。5人でボコせばよかったのに。ここはちょっと視点を変えられないね。で、宝箱は全部回収したはずだから、じゃあリレミトで出ましょう。で、ルーラーで帰る。横着者。はぐれメタルが出る可能性もあるけど、強い敵も出る可能性がある。あ、こいつは一緒か。ま、そのまま女王様のところへ行きますか。おお、ミカミックス、本当に犯人を見つけましたね。先ほど戻った兵士から話は全て聞きました。さあ、この鍵で仲間を牢屋から出してあげなさい。出さなくてよくね。ほっとこ。最後の鍵を手に入れた。そしてこの城の地下にある天空の盾も差し上げましょう。持っていくがいいでしょう。あれから城の者に聞いたのですが、そなたたちは地獄の帝王を倒すため旅をしているとか。そういえばこの地より南、ロザリーヒルにはかつて魔族が住んでいたそうです。何かわかるかもしれません。行ってみるといいでしょう。次はロザリーヒルか。まあ、その前にまずは天空の盾、これを回収します。最後の鍵を手に入れたからね、いろいろとまた行けるところも増えると思うので、天空の盾、OK。ミネアかい。ちょっと待って、また道具整理から。で、ミネアの天空の盾。戦いの時道具としても使える。151とか、めちゃくちゃ上がる。ドラゴンシールド、一瞬だったな。ドラゴンシールド、そうだよね、装備できるやついないんだよね。ライアンとか装備できるけど。ちょっと一回全員の道具整理しよう。最後の鍵は袋の中に入れといていいか。よし、またでも売ればそれなりにお金は貯まりそうだね。じゃあちょっとほっとこ。いや、いる。お前いつの間に出てきた。棺桶のくせに。どっから出てきたんだこいつは。勝手に入ってくるんじゃねえよ、まったく。じゃあそうだね、とりあえず本編的なものはこれで終了して、あと最後の鍵で取れるやつはこの後ちゃっと取って次回やっていこうと思います。まあそんなわけで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。